スカルチャンネルをご覧の皆さん、どうもこんばんは、スカルです。いつも動画見てくれてありがとうございます。7月に入りまして、ここにもひまわりが咲いたわけなんですけれども、1年半分経って、ますますこういろんな方がね見てくれるようになってきていることをひしひしと感じております。感じておるくせにですね、3、4本に1回ぐらいこうふざけたくなってしまうという性格の持ち主により、今回も実写動画になります。よかったらお付き合いください。まあ、ふざけるというかね、今回はこう真面目にこう実録というか、していこうと思うんですけど、去年の12月、12月にミニコピー動画ができるまで動画っていう動画を出してると思うんですけど、今回はそれの楽譜バージョン、どのぐらいかかるかっていうのをね、測ってみたいと思います。まずね、コメント欄で書いてくれたりとかっていう人もいたので、実際に数字に出してみたいなって思ったのと、こう自分で知りたい、自分でどのぐらいできるかっていうのを知らないから、スケジュール的に読めなくてこう夜通しやるみたいなことがねあったりしたので、こうね、やっぱご利用は計画的にと言いますから、動画を言い訳に調べて知っておこうというふうに思います。で、今回書く曲はですね、ヨルシカさんの言ってという曲になります。この後動画が出てるということは、つまりこう販売もスタートされてると思います。今回はね、こう1曲だけなんですけど、2ヶ月に1回、3、4曲ぐらいまとめて、好評だった演奏動画の中から楽譜に起こしたものを販売サイトに載せてますので、今回の新しい作品に加えてそっちもチェックして見てもらえたらありがたいです。ということで、まあ、どんな動画になるのかはちょっと撮ってみないと分かんないんですが、検証スタートです。なんださあ始まりました。作業画面の録画からお届けする耳コピ楽譜ができるまで選手権。まずはソフトの紹介から参りましょう。パソコン用のフリーソフト Muse Score、 Windows にも Mac にも対応しています。演奏動画を撮る段階でメロディーだけの楽譜は用意できているので、基本的にはこれに音を足していく作業になります。ちなみに画面黒い部分にはブラウザで動画を表示させていましたが、なんかうまく録画されていませんでした。地味ですね。実に地味です。動画を聞き、楽譜を見、上下ボタンで一つ一つ音を動かしながら加筆修正していきます。ちなみにこれを鉛筆と消しゴムでやろうと思ったら、深根選手、紙に穴を開けるだそうです。さて、今回の挑戦者である深根選手は5歳からピアノ教室に通っていたそうですが、小学校に入ってしばらくしてもどの音しか読むことができず、他の音はいちいちドから声を出して数えて読んでいたという曰くつき。23歳になった今も平然とカタカナを楽譜に書き込む、一周回って尊敬されるほど成長を見せない選手です。画面左上で音符の種類を選択し、中央の5線符に配置していく基本スタイル。今聞いていただいて分かった通り、ミューズスコアは打ち込んだ瞬間にその音を再生してくれるのが手書きとは圧倒的に違う点です。この機能のおかげで楽譜のことがあんまりよく分かっていなくても、再生してみれば間違いに気づくことができ、正解まで試行錯誤するうちに、なんかちょっと楽譜が分かる人になることができます。さらに作業ペースを早めるには、ショートカットキーの活用が重要になってきます。基本のコピー&ペーストをはじめ、音符の種類を選ぶ数字キー、作業画面の拡大縮小や音符の入力まで、最近の深根選手はキーボード上で行えるようになってきたので、かなり時短効果が出ているようです。ミューズスコアを使い始めたのは2015年末という深根選手、最初はマジでめっちゃ億劫だったと発言していますが、今年から2ヶ月に3、4曲書くというノルマを自分に課すようになり、以前よりハードな制作スパンに慣れてきたおかげか、だんだん苦手意識が薄れてきているといいます。楽譜を受け取った視聴者さんからのコメントに励まされたことも大きいようですね。左手の楽譜から順調に入力を進めていった。さあ25分が経過したところで、前半ワンコーラスの左手が終了。ここでハーフタイムです。実はこの動画の冒頭トーク、一度撮り直しておりました。アクシデントの様子をハイライトでご覧ください。スカルチャンネルをご覧の皆さん、どうもこんにちは、スカルです。楽譜何時間かかるのっていうのも、どんな風に楽譜いつも作ってるのか、そして何時間かかってるのかは自分もあまり意識したことが。なんだ電話、もしもし、はい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 、電話がかかってきていたよ。そんなわざわざ回してる時に電話かかってくるの面白いな。そんなにあんまかかってこないんですけどね。まあそんなこともある。さあ後半始まりました。引き続き左手の入力が行われていきます。右手から始める選択肢もあるのですが、比較的深根選手はこの順序で入力することが多いようですね。左手はドラムとベースを司ることが多いので、まずは曲の骨組みから作っていこうという戦略のようです。これは演奏を考えるときと同じですね。左手は右手に比べて同時に出す音の数も少ないですからね。徐々にエンジンを温めていくという意味でも、こういった順序になっているのかもしれません。
そんな深根選手、楽譜が読めたりクラシックができないとピアノをやってると胸を張れないと幼少期から思春期まで劣等感を抱き反骨精神で J-POP ばっかり弾いて過ごしてきたそうですが、自分がやっているのはピアノ演奏ではなく音ゲーの一種だと勘違いし始めた頃から特に劣等感は感じなくなり、ただすごいなと思って見ているとコメントしていました。ピアノも打楽器と言いますからね。本人は太鼓のバチ10本を振りかざすつもりで楽しんでいるのかもしれません。さて皆さんお気づきでしょうか。この選手権は楽譜が完成したと宣言した時点で終了となります。左手も未完成の深根選手にはこの後右手の入力、全体の確認、実際に演奏して修正するといったさまざまな作業が待ち受けています。にもかかわらず先ほど我々ハーフタイムを入れましたね。そうです、もう喋ることが特にありません。静観しましょう。第1弾の印刷が完了しました。これから実際に弾いてみて、おかしなところとか間違ってるところないか、もっとこうした方がいいんじゃないかみたいなところを探していきます。1回目の修正が終了しました。赤ペンで入ってるところが、ね、直しのところなんです。今回は割となんか少なかったんですけど、この作業が結構かかることもあります。これでチェックしてたところの修正は終了しました。これでまたね確認をしようと思います。あんまり今回は本当に修正がなかったんで、本当入るときもめちゃくちゃに入るんですけど、次で吸ったら終わりぐらいかもしれないです。長いものによってはね、4回ぐらい吸ったりします。ちょっとそんな感じで1回まずは通して聞こうかな。2箇所修正があるけど、あとは大丈夫そうかな。おっしゃ、これで完成。ちょっとね、まだ直した状態なんだけど、今パソコンにある方のデータの方が完成のデータになります。これであとは販売サイトに載せるように、まあ、サムネイル作ったりとかサンプル画像作ったりとかみたいなことをして、載っけるっていうところが、まあ、この先の作業になるんですけど、そこはね普通はやらない作業なので、ここで終了ということになります。ちょっとね時間が何時間かかったのかっていうのをちょっと1回切ってカメラのデータを見て、全部こう映像つないでみないとわからないので、一回そのつないでみてからエンディングいきます。はい、ということで、時間計ってみたところ2時間50分ちょっとぐらいでした。でこのあとねちょっといろいろ直したりもしたので、まあねかかったらもっとかかる、プラス1時間ぐらいかかるかなと思うんですけど、まあ大体3時間から4時間ぐらいの間でできるということが分かりました。休みの日使ったらまあ1日で3曲ぐらいかけちゃうんだなっていうね、あんまりだから切羽詰まらなくてもさ、2日用意できれば2ヶ月のさノルマ達成できるんだなということが分かりましたね。やっぱりこう動画を口実に私が勉強するという回にやはりなってしまった。前回の耳コピ演奏ができるまでのもそうだったんだけど、まあ今の技術、今の楽器、今の機材でやったらこうなる、1年経ったり2年経ったりしたらまあちょっと状況変わってたりね、まあスピードも変わってるかもしれないので、次回をというかね、また時間が経った頃に検証したいなと思っております。ということでね、完成した楽譜は概要欄のリンクから飛んで購入いただけるようになってるはずなので、ぜひチェックしてみてください。終わり。熱中症には気をつけて、いい夏を。また次回の動画でお会いしましょう。